藤原です。今日も仮想通貨ニュースとチャート分析していきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨について初心者から上級者でも分かりやすく解説してますので、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。はい、今週の YouTube メンバーの皆さんには、引き続き僕がねトレードしている、爆上げ中のコインについて、ここで買ったよ売ったよって話をしていきたいと思います。メンバー入ってない人はね、ぜひ、入ってみてください。はい、じゃあ今日もね、ニュースいくつかありましたので、読み上げていきたいと思います。まずね、バイビットの方で、フィットバイっていうね新しい仮想通貨が上場しました。これはステップアップっていうね、ステップみたいに歩いて稼ぐ、アプリがあるんですけど、まあそれのねガバナンストークンになります。でステップアップ確かまだ本格稼働は始まってないんですけど、ステップンと同じように NFT の靴を買って歩いて、フィットファイを、稼ぐというね、まあ、そういうアプリになっているので、今ステップンやってる人はそっちも注目して、まあ、同時にステップンでも稼ぐし、ステップアップでも稼ぐし、あと僕もおすすめしてるねスウェットコインっていうね、無料で始められるアプリもあるので、まあ、それとかも使いながら、まあ、歩いてガンガンね仮想通貨稼げばいいかなと思います。で今日ね初めてこのフィットファイっていうコインねチャート分析していきたいと思います。はい、今日も、ニュースいきますが、まず金融市場がまあ引き続きまた大荒れでした。ニューヨークの株式市場は、ダウ平均が 2% 安、ナスダックが 4% 安と、まあ、崩壊してます。でかなりね、ナスダックの指数がねやばくて、上昇トレンド割っていて、で今ねさらに下に落ちそうなんですね。で僕今日ツイートしたんですけど、まあ、このチャート形状からすると多分ここ割っちゃってさらにナスダック下に落ちると思うので、米国株持ってる人はちょっとね、注意した方がいいと思います。結構今年は厳しいと思うので、まあ、米国株買うくらいだったら今ねガンガン上がってる仮想通貨のエイプコインとかね GMT とか、まあ、そういうの買った方が絶対ね勝率高いと思います。あとはフィデリティの、資産運用会社のフィデリティインベストメンツが 401k プランという、ね、いわゆる確定拠出型企業年金に今年半ばにもビットコインが投資できるようになるってことをまあ発表していて、まあ、これが結構ね仮想通貨市場ではまあ好材料になりましたということで、まあ、ちょっと後でまたね別のニュースでもあるんですけど、面白いです ね、ついに年金にもね仮想通貨が運用されるということで、これかなりプラスだと思いますね。年金の運用ってなったらかなりの額が仮想通貨に入ってくるはずなんで、やっぱりビットコインはね結構ファンダ的にはね上昇しやすいと思います。で次が、先物トレーダーが活発化しているって話があって、ダブロックのデータによるとビットコインの永久先物契約の未決済立て玉が3月上旬から再上昇していて、ボラティリティが拡大する可能性があります。レバレッジかけたね、先物取引をしている人が多いってことはね結構急落したり急騰したりする可能性があるので、大きな値動きには注意しましょうということですね。で最近のね市場シェアを見ているとバイナンスと FTX が結構デリバティブ市場でシェアが大きくなってきたということでした。昨日ね、大きくちょっとねまたせっかく反発してたのにストンと落ちたので、同時コインのロスタカットが大量に発生しているということですね。同時コインが、2000万ドルぐらいロスカットされましたということで、2000万ドルって、20億円ぐらいかな、結構な大きなロスカットがありましたということです。次が、マイクロストラテジーの話なんですが、マイクロストラテジーといえば、まあ、ビットコインを大量保有している会社ですね。今ね、13万 BTC ぐらい、6300億円相当を持ってるんですけど、この会社がさっき言ったフィデリティインベストメンツの 401k プランを、まあ、利用するということで、マイクロストラテジーの社員は、年金がこれで運用されるということで、ビットコインで運用されることなので、まあ、下手したらめちゃくちゃね、退職するときに、大量のね退職金というか年金をもらう可能性がありますね。アメリカはね仮想通貨への理解が日本に比べるとだいぶ進んでいるので、こういう形で
ビットコインの、年金をね、で運用しようかなっていう会社が増えるかもしれません。まあ、そういうの会社が増えれば増えるほど、まあ、ビットコインの価格は上がりやすくなると思います。はい。次、あとね、テンセットのフェイムについての続報なんですけど、今日の、7時をもって、ロックした人、テンセットをロックした人の先行販売が終わるので、それ終わってない人は急いでやった方がいいですね。で、あとは、フェイムの上場の、人、取引所が発表されまして、29日に OKX で上場ということになりますので、セカンダリー買う人は OKX の方に、まあ、テザーとかを入金しておいて、上場する日にね、一気に買っていった方がいいかなと思います。で、OKX のね、リンクは、コメント欄の一番上に貼っておきますので、やってみてください。あとね、僕も、一応ね、先行販売確保しましたので、今日メタマスクの方に、フェイムを、ウォレット追加しときました。メタマスクの BSC のネットワークで。で、コントラクトアドレスは、テンセットのツイッターアカウントの方に載ってたので、それをコピーペーストしてやったらできました。で、今は残高ゼロってもちろん表示されてるって状態になります。はい。じゃあ今日もチャート分析いきたいと思います。今日もビットコイン、イーサリアムと、あと引き続き調子がいい、ステップンの GMT とエイプコインと、昨日上場したステップアップのフィットファイ、この5つをチャート分析していきたいと思います。ビットコインせっかく上げてきたのに、ね、やっぱり株に引きずられて、落ちましたね。で、やっぱりちょっと一旦ストーンって落ちるような下落も想定しつつ、まあトレードしていく必要があるかなと思います。こんな感じになってて、ここのね、平行チャンネルの下限までタッチしてないので、下手したらもう一回ね、ストーンと落ちる可能性あります。そしたら$36,000まで落ちるので、まあ、上手い人はそこで逆張りのね、長期ロング仕掛けていくとかやってもいいかもしれません。で、現物は、まあ、今買っても、$36,000付近で買っても大した差はないと思うので、まだまだおしめ買いのチャンスってことで買っていってもいいんじゃないかなと思います。まあ、平行チャンネルね。で、この平行チャンネル割ったらさすがにね、ちょっとビットコインもかなり厳しくなるので、一回逃がした方がいいかなと。バブル崩壊ってことになる可能性あるので、そこはちょっと注意した方がいいですね。で、次、イーサリアムですけども、イーサの方も、せっかく上がってきたのに、ほぼ全戻し状態になっていて、$2,900ですね。まあでも、落ちてからやっぱりね、その後半日間で、買い戻しされているので、こっちもこの平行チャンネルはなかなか割らないんじゃないかなと思うんですけど、もう一回平行チャンネルタッチするとすると、$2,500ぐらいまで落ちるので、32、3万ぐらいかな。うん。それぐらいまで落ちるんで、ちょっと注意した方がいいと思います。でもまあ長期的には現物はまあこの辺で買っとけばおしめ買いになるので問題ないかなということです。はい。じゃあ次、ステップンの GMT ですね。ステップンの GMT はちょっとヨコヨコしてますが、なんかそろそろね、上がってきそうな雰囲気ですね。今 $3.38 なんですけど、これ4時間足でも、これ移動平均線タッチで上がってくるってのを繰り返してますね。で、今ちょうど移動平均線タッチしたところなので、上がってきそうには見えるんですよね。ちょっと今ね、出来高少なくなってて、だんだん少なくなってるので、ちょっと売り買いがね、少ないとは思うんですけど、まあ、日足でも、こんな感じで、やっぱ移動平均線タッチしたらヒゲちゃんとつけて上がってきてるんですよね。だからもう一回上昇して、この間の最高値を超えてくるような上昇あると思うんですけど、今ね、こういう、まあ、ウェッジみたいな形になってるので、怖いのが、上昇1波、2波、3波、4波で、5波で最後決まるけど、そこで威嚇されて1回落ちるみたいなね。そういうのはあるかもしれませんので、中期とか短期でトレードしてる人は一体4ドル超えたあたりで威嚇しちゃってもいいんじゃないかなとは思ってます。で、もしこのね、ウェッジを上に抜けてくるようなことがあれば、相当強い上昇すると思うんですよね。セオリーは、こういうね、上昇ウェッジのセオリーは下抜けなんで、それを否定してきて上に上がってくるってことはものすごい上昇になる可能性あるんですよ。そしたらもう全力で買っていった方がいいかなと思います。うん。ちょっと今は何とも言えないけど、とりあえず短期的にはまあ上でしょう。うん。はい。
じゃあ次エイプコインね。エイプコインもやっぱ反発してて 18.7 ドルなんですけど、こっちはね移動平均線、あ、これ4時間足か、こっちも同じような、ね、形になってます。でウェッジなんですけど、もうちょっと一旦ね上にはやっぱ上がってくると思うんですよね。ただこっちもやっぱ上昇のウェッジになってるので、一回やっぱ利確されるのが怖いかなって感じ。一旦例えば20ドル超えて利確されてストーンと落ちてくるのが怖くて、こっちもね短期とか中期でトレードしてる人は一旦利確も検討していった方がいいかなと思います。でこっちも上昇のウェッジを否定してきて上に抜けるようなことがあったら、ものすごいイナゴ作ってくる可能性あるので、超爆上げね、ほんと50ドルとか言ってもおかしくない上昇になる可能性あるんで、それも、まあ、それはそれでまたね買っていって上に、向かっていった方がいいかなっていう感じですね。とりあえず今日明日とかに最高値は超えてくるんじゃないかなっていう感じね。まあ、こういう感じで、もうめっちゃねトレンドライン効いてるんですよね。これ4時間足なんですけど、やっぱこの辺しっかりこのね上昇トレンドが支えられて上に上がってくると考えたら、まあ上でしょうね、とりあえずね。はい、じゃあ次ね、フィットファイ行きます。フィットファイバイビットに上場してから、一応まあ上場時の価格帯から、6000% ぐらい上がってるんですけど、まあ、これはまあでも上場したね、上場の時の、まあ、プライス決めるの取引所なんで、あんまりちょっとそれだからって言ってね60倍になったっていう感じでもなくて、一応まあ落ち着いたところから言うと0.2 ドルとかだったんで、まあ 1.5 倍ぐらいは上げたんですけど、今ちょっとねこんな感じ、こういう三角持ち合いなんですよね。なのでちょっとそれで様子見てます。もしこの三角を上に受けてくる、まあまたはこの最高値0.361 を上に抜けてくる言葉であったら、この三角をブレイクして強い上昇になる可能性があるので、上に抜けてきたら買っていくって感じで考えてます。で下に抜けてきたら、他のエイプコインとかもそうだったけど、ちょっとしばらくねこうレンジでダラダラしそうなんで、下に抜けたらちょっと買うのやめとこうかなって感じ。そんな感じでいいんじゃないかなと思います。今ね株も仮想通貨も軟調ですけど、まあ今日チャート分析したみたいな、まあ、ステップの、まあ、GMT と、まあ、あと GST とかね、あとエープコインとか、まあ、そういう調子がいいコインに貼っていくと、まあ、資産増えていくのでいいと思います。今日の動画役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。キャンペーンで仮想通貨とかお金がもらえる取引所もあるので、ぜひ、登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ久しぶりに今日ね藤間なじゃんけんじゃんけんぽん、またね。仮想通貨投資で今一番おすすめの取引所はバイビット。バイビットなら100種類以上の仮想通貨の現物取引と FX 取引ができます。そして、日本の取引所から仮想通貨を送るっていう方法以外にも、クレジットカードで仮想通貨を買うという方法ができるので、日本の人にも使いやすい取引所になってます。そして、新しく人気になったコインの上場も早いし、ローンチパッドも充実してます。動画の説明欄またはコメント欄の一番上に、バイビットの招待コード、こちら手数料が安くなりますので、バイビットの口座持ってないっていう人はこの機会に始めてみるといいと思います。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤間の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、 Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。